バウル。バウルの傷、すぐによくなるの？あら、心配してくれるの？そりゃね、無理させちゃったわけだし。少し時間はかかると思うけれど、大丈夫。バールは強い子だから。そう、よかったわ。だから心配しないで。うん。って慰めてるのは私でしょ。困るわ、そこで怒られても。届け勝利の歌。どいつもこいつもオタオタしてて、まさに大混乱って感じね。普通に暮らしてただけなのに、突然帝都はあんなになっちゃうし、ヘラクレスの打った手法のせいで地形すら変わっちゃったし、落ち着けってのが無理な話よ。こんなありさまじゃ誰もあいつの知性なんざ受け入れるわけやねえ。アレクセ、何を考えてやがる。恐怖政治でもしようってのかしら。彼が人々を支配できるかどうかはともかく、このままだと世界は本当の危機を迎える。何も知らない奴らにエアルの乱れがもたらす最悪なんて話しても理解できねえだろう。理解してる俺たちだけでやるしかない。厳しい戦いだね。
その冷たさは愛情の裏返し。このスキルはうちのものじゃ。ザコが出てきやがって。足元すくわっ。どうしたのレイブン。パティちゃんもどうしたのよ。カロルこそうなってたのじゃ。なんか違和感あるんだ。こう胸のところに圧迫感があるというか。そう、うちもそんな感じなのじゃ。ありゃりゃ、俺様もよ。軽いエアル酔いかもしれないわね。世界のエアルの総量が増えてきてるから、エアルの影響を受けやすい人は違和感を感じ始めてるかも。そうなんだ。なんだかどんどん暮らしにくくなってるんだね。確実に限界に近づいてるってわけか。排除排除。楽しく行きましょう。さらさら行く。気引き締めろよ。まだまだここからだ。ラゴーがいなくなって新しい執政官が来て、せっかくノール校の街が良くなったのに。エステルにも見せてあげたかったね。なーに、さっさと助け出して連れてくりゃいいじゃねえか。ポリーとも約束をしてしまったことだしね。それを破るとあってはブレイブ・ベスペリアの掟に反することになっちゃうかな。不義には罰を。うん、そうだね。エステルを助けてまた行けばいいんだ。仕留める。覚悟しな。問題ないわ。次は誰じゃ。
そなたたち女の破壊の力、目の前のジャンプ、勝利の渦潮ダンスじゃ。エフミドの丘が通れないとなると、テートの方にいる人たちは逃げ出すこともできないわね。そうなるわな。空を飛べるわけでもないし、このままテート上空に溜まったエアロが増えれば、全ての生物にとって危険な環境になるわ。そうなったら僕たちだってテートには近づけなくなっちゃうよ。そういうわけだから、口じゃなくて足を動かせよ。確実に仕留める、覚悟しな。もう敵はおらんかの。しゃべりしゃべりしゃべり。おっさん、うざい。年寄りは体温高くないのよ。ああ、砂漠の暑さが懐かしいわ。無駄口叩いてると溶けるぞ。って言ってるそばから。ちゃんとしてよ、年寄りは繊細なんだから。ごめん。しかしすげえところだな。不思議っつか不気味っつか、氷から剣が生えてんぞ。あちこちにあるわよ。何なのよここ。昔の海賊と帝国が争った名残なのじゃ。そういや、なんかそんなの聞いたことあるな。よく知ってるな、そんなこと。アイフリードのことを調べてた時に収集した情報なのじゃ。刃のように冷たいから標準界と思ってたけど、こういうことなのね。刃のように冷たいっていうのも間違ってないとは思うな。何、どうしたのよ。何今の。大きい。まさかエンテルケイヤ。違うわね、知性が感じられないもの。ってことは魔物でしょう。襲ってこられたら大変だよ。ホワイトジョーなのじゃ。背骨がガチガチのピカピカで、とっても丈夫な体の魔物なのじゃ。ほっときゃ襲ってこないだろう。相手にすんなって。行くぞ。アロル。Yeah.
気に入られてしまったみたいね。強引なお誘いはお断りしてな。なんとか捕まえられんかも。捕まえて食うのか。寒い海に住む魚は寒さから体を守るため脂身が多くてうまいのじゃ。白身ならおでんの練り物に最高なのじゃ。いや、あれ、魚じゃなくて魔物なんですけど。ちょっとだけ頑張るぞ。ドーマーアンタッチ。
決まった。気を急ぐぞ。はあ、水かぶった。しょっぱい。冷たい。おっさん元気だな。騒いでないと本気で凍えそうよ。あーちゃんアリちゃん、こんな時こそほっかほかのおでん。凍えてしまってるのじゃ。ギャッドヒャー。うざ。Thank you.
楽にしてやる。先を急ぐぞ。いらないな。こんだけ分厚い氷の上にいれば襲われる心配はないと思うけど。襲ってきたら返り討ちじゃ。どんと来いなのじゃ。でも今あんなのと真正面からやり合うのはできるだけ勘弁だな。早いとこ地面の上に戻りたいわね。それと暖かいとこにね。あちゃ。気を急ぐぞ。
無茶はやめなさい。
てられねえ。頼むから逃げろ。それ以上やったら死んでしまうのじゃ。大丈夫だから。大丈夫なわけないじゃない。大丈夫なんだよ。だってみんながいるもん。カロル、お前、僕の後ろにはみんながいるから、僕がどんだけやられても僕に負けはないんだ。動けよ、クソ。このままじゃガキンチョが。あの子、僕の勝ちだ。まったく、とんでもないことする少年だね。生きてるか。みんな、あーり、ちょっと道が混んでてな。行けるか。もちろんだよ。よし、食らった分倍返しにしてやろうぜ。Yeah!
気張んなよ。行きがっちゃって。おっさんもいるからね。まだまだ。当然の結果ね。やったのじゃ。一人であんな無茶してば。カロル、おい、カロル、おい、しっかりしろ、ガキンチョ。大丈夫、安心して気が緩んだのね。気を失ってるだけ。ったく、エステル助けに行くのに、あんたが先にやられちゃったらどうすんのよ。まあそう言いなさんな。男には勝負時ってのがあるのよ。おかげで助かったわ。うん、カロルがいなかったら俺たち今頃あいつの胃の中だ。勝負時。そうそう、どうしても逃げたらいかん時ってやつよね。誰でも一度はそういう時があるもんよ。さあ、早くここを抜けましょう。弱ってるカロルには辛いはずよ。ええ、ありがとな、ボス。かっこよかったわ。まったくカロル少年、無茶しちゃってま。ほんとよね、ガキンチョなんだからおとなしくしとけっちゅうの。柄にもなく根性を見せるもんだから、見てるこっちの寿命が縮んだわよ。まあ寿命どころか命がなくなりそうなところだったから助かったんだけどさ。けどもやっぱりああいうのはどうかと思うよ。無茶無茶。ほんとよ、また無茶なことしないようにちゃんと見とかないと。だな、もう寿命縮むのは勘弁だし。珍しく気が合ってんじゃねえか。カロルを褒めてあげたい気持ちはみんな同じってことね。ちっと素直じゃねえけどな。先を急ぐぞ。
確実に仕留める。覚悟しな。ほらよっと。戦闘を阻む障害を使う。先を急ぐぞ。させてもらうわ。気を急ぐぞ。終わりだ。
Thank you.
ってみるかね。まだまだここからだ。出口っぽいか？何よ、もう疲れたの？年寄りは体力がないのよ。ジュディスちゃん変わって。あら、あなたの仕事を奪うつもりはないわ。カロール、起きてるの？起きてない。カロルはタヌキ寝入りがうまいの。この寒い中、おっさんに労働させるとは。カロル君、君もなかなかやるではないか。もう大丈夫か、カロル？うん、心配したのよ、とても。うちもじゃ。そんな風には見えなかったけど。おかしいわね。とにかくもう無茶なことしないでよね。サポートしきれないわ。うん。なーに、ニタニタしてんだ。ひどいな、ユリ。ドンの言葉を思い出してたんだよ。仲間を守ってみろ。そうすれば答えてくれる。だったか。うん。
あれってこういうことだったのかなって。それがお前の見つけた答えってことか。ならきっと正解だよ。そうだといいな。さあ出口はすぐそこだ。とっとと抜けちまおうぜ。どうかしたかしら。うん、ここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって。氷がエアルから。あらゆるものがエアルからできているなら当然ね。ここのエアルクレーネはある意味すごく安定してた。魔物が操れるほどにね。もしかしたら大量に物質化できたらエアルは安定するのかも。それってエアルの乱れを解消できるかもしれない、そういうことか。わからない。そのためにはもっと効率が必要だろうし、量だって。でも確かにそれができたらすごいのじゃ。もっとここのエアルクレーネ調査したいのかい。うん、今はそんなことしてる時間はないわ。ああ思わぬ時間食っちまったしな。急ごう。エステル無事でいて。ここを出たらどっかの町でテートがどうなっているか聞いてみようよ。はよ。テートの様子を聞くんだったらハレルの町に行くのが一番なんじゃない。そうだな。あそこは結界もあるし安心して体も休められる。んじゃそろそろ休みたいのじゃ。そうと決まれば早いところ行こうぜ。すっかり体が冷えちまったよ。